どうもこんにちは、世界的 VIP ゲイです。7月からですね、ダブル&ゼロキャンペーンっていうのを LINE モバイルがねやるということなので、今回はそちらの情報をシェアしたいと思います。こちらですね、この度お客様により快適に LINE モバイルをご利用いただけるように7月から2つのキャンペーンを実施することにしましたということで、詳しくはですね、まあ今月中に発表されるということなんですけども、今現在発表されているものを今回はシェアしたいと思います。まず1つ目、ソフトバンク回線限定なんですけども、データ容量を2倍にしますよということで、7月からですね、ソフトバンク回線の全プランを対象に月額基本料はそのままデータ容量を2倍にしますよっていう、ものすごい太っ腹なことをやってます。ちなみにドコモ、au 回線は対象外となってます。2倍の条件なんですけども、まず回線はソフトバンク回線であることで、 SIM タイプは全 SIM タイプ対応してるということですね。料金プランも全プラン対応しているということです。そしてベーシックプラン新プランの場合なんですけども、こちらですね、500メガ3ギガ6ギガ12ギガっていう風にあるんですけども、これ何かっていうと、元々の契約プランですよね。元々の契約プランが500メガで契約、そして現2ギガって書いてあるの、これどういうことかというと、4月からですね、 LINE モバイルって増量してるんですデータ容量を。なので500メガでもともと契約している人は2ギガ使えることになってます。それがなんと4ギガに増量するということで、もうこれとんでもないことになってますよ。500メガ契約で4ギガ使えるっていうことですよ。すごいよね。で、3ギガの場合は10ギガ、6ギガの場合は20ギガ、12ギガの場合は60ギガというとんでもないことになってますね。そして LINE フリー、コミュニケーションフリー、ミュージックプラス9プランですね。こちらの場合は1ギガは2ギガ、3ギガ6ギガ5ギガ10ギガ7ギガ14ギガ10ギガ20ギガということになってます。ちなみになんですけども、今現在ドコモ回線、 au 回線をご利用されている方はですね、ソフトバンク回線に乗り換えていただけると、このキャンペーンを受けることができるということですね。ちなみに回線変更手数料は無料になってますんで、ぜひですね、ソフトバンク回線に検討していただければなという感じに思います。でもね、これ注意事項があって、確かですけどソフトバンク回線に変えると元の回線に戻せないはずです。なのでそこだけでも気をつけていただければと思います。はい、そしてキャンペーンその2、利用料が500メガ以下だと月額基本料金が0円ということで、来ました、0円。これはめちゃめちゃ嬉しいよねっていうお話なんですけども、1ヶ月あたりの利用データ通信量ですね、こちらがですね、500メガ以下の場合はなんと0円で運用することができるということですね。これは本当に嬉しいよね。で、対象条件なんですけども、回線に関してはこれドコモ、 au、 ソフトバンク全回線対応しています。 SIM タイプも全 SIM タイプで、料金プランも全プラン対応してますね。で、これが一番の条件ですね、500メガ以下で抑えてくださいよということなんで、なのでまあ0円運用って割と今まで皆さん経験あるかな、楽天モバイルで今0円運用されてる方ももしかしたらいらっしゃるかなと思います。その前で言うとゼロシムですよね。ゼロシムで経験ありますよという方もいらっしゃると思うんですよ。今現在 LINE モバイルを契約していて、いやこれ0円で抑えられるんだったらっていう人はぜひですね、ちょっとチャレンジしていただければなという感じに思います。はい、そしてこちらなんですけども、キャンペーン条件をね満たしていたら自動でね適用されるということです。わざわざ申し込む必要とかはないので、そこら辺はね安心かなという感じに思います。まあ LINE モバイルこれから頑張っていきますんで、よろしくお願いしますよということです。はい、というわけでね、今回はですね LINE モバイルのキャンペーンを紹介しました。残念ながら解約しちゃったんですよねっていうお話で、まあ0円運用面白そうなんでやりたかったんですけど、ちょっと残念ながらできないです。もしね今 LINE モバイル契約されてる方がいたら、0円運用とかやっていただいて、できればですね、あの YouTube とかブログとかにシェアしていただけるような人が出てくると、もっと面白いんじゃないかなと思いますんで、ぜひですねこのキャンペーンを活かして幸せになっていただくのがいいんじゃないかなという感じに思います。以上です。お疲れ様でした。